皆さんこんにちは。グローバル教育推進室の片山です。私が所属するグローバル教育推進室では主に2つのことを扱っています。まずは皆さんも一番関心のある留学についてです。麗澤大学では留学の種類は本当にたくさん多くあります。その中でもまず一つ紹介したいのが長期留学です。長期留学はアメリカやドイツ、様々な国に留学することができます。長くて1年間、他にも半年のプログラムなど、様々あります。短いプログラムでは、夏休みや春休みを利用した、短期留学、そして海外インターンシップやボランティアなど、豊富に用意してあります。おそらく皆さんもどの留学先がおすすめなのか、あるいはどのぐらい費用がかかるかなど気になることも多くあると思いますので、私たちグローバル教育推進室の職員が一人一人と相談をしながら、自分に合った留学先をマッチングするように心がけています。他にも年に2回の留学フェアや説明会など多くの機会を用意しておりますので、ぜひご参加ください。次にカンバセーションパートナーシップについて説明させていただきます。カンバセーションパートナーシップとは、世界各国から訪れる留学生と麗澤大学の学生の皆さんをペアにして活動していくプログラムとなっています。世界各国から来た留学生の皆さんは、日本語の勉強はもちろんですが、日本の生活に慣れることもとても重要になります。このカンバセーションパートナーシップではそういった留学生の皆さんを麗澤大学の学生がサポートする仕組みとなっています。このようにですね、まずは留学生の皆さんと友達になるといったところから始まっていき、このように一緒に食事をしたり、時にはこういった浅草に出かけたりなどといった様々な活動の仕方があります。皆さんもぜひ参加してみていただいてはいかがでしょうか。お待ちしています。